浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在であり、織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天武、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。乳母たらきなら俺に任せな。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の小部、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。
この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防柵必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たことだ。敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。燃え尽きるがいい。甲斐の虎だか。かつての俺ならば手も足も出なかったであろうが、今は違う。まずいで、あるか。大援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。別動隊は急ぎ飛びガス山を進み、敵の裏を取れ。そうだ、捕らえよう。馬防柵、手触りだ。取り除け。敵に不穏な動き、狙いは馬防柵か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。急いで馬防柵を壊すぞ。討ち死に。ほらほら行くぞ。どれどれ。ここで果てるわけには。しようかね。増兵どもじゃ相手にならん。お手合わせ願おうか。捕えよ。ほらほら行くぞ。天気の違いってやつだ。聞かせていただこう。お見事にございますな。敵を押し返せたようだ。そのまま前線を維持しておけ。お力添え感謝いたす。討ち死に。どれどれどれ。さあかかってこい。大将、討ち取ったぞ。打ち死に。任せておけ。よし、馬防柵を守り抜いたようだな。引き続き警戒しておけ。どうした。何人も止められぬと知る。極めろ。敵将討ち取ったり。開門。討ち死に。なんと見事な。敵に情けはかけぬ。討ち死に。
関はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。わしっ、三人も止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。開門。も止められぬと知る。予感的中。上の炎がたんまりあるぞ。ごっそりいただいていくか。打ち尻。どうした。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。出るか。で、ある。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。引かせてもらう。なんと見事な。諦めろ。長篠城を救援しようというのか。失せるがいい。そうはさせぬ。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。この間、騎馬隊を出せ。開門。恩佐。どうした。開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機。飛びがストリデを落とせ。で、ある。ほらほら行くぞ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。やえよ。敵の狙いは我らの鉄砲隊とみた。やるな。一歩触れさせやせんぞ。裏の別動隊か。長篠城へは行かせんぞ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやればよいのだが。援軍を求めるため城を抜け出たというのに敵に捕まってしまうとは。あれは長篠城の足軽か。助けられるものなら助けたいが。ほらほら行くぞ。なんとか鉄砲隊を守り抜いたぞ。権六の働き見事であった。お助けいただきありがとうございます。長篠城の仲間に援軍が。オンサ来たと知らせます。おーい、長篠城のみんな、援軍はすぐそこまで来ているぞ。レモンがやったか。オンサ、みな、援軍は近い。奮起するのだ。開門。飛びがストリデは制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。今だ。強力より敵を押し。
オンサ人の目にせよ開門オンサ敵の本体が出てきたようだ。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊構えよ。で、あるか。おお、ついに援軍が来てくれたか。みな、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。撃ち死に。撃ち死に。自覚しようかねえ。撃ち死に。撃ち死に。撃ち死に。来よ。放て。敵を一掃せよ。任せておけ。オンサ。天気の違いってやつだ。わし、つけ入る隙を与えるな。休まず放て。なんと、織田の射撃は止むことを知らぬのか。父上、ご案じなさいますな。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありませぬ。救援かたじけない。我らも信玄を討つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。やるか。開門。天気の違いってやつだ。これまでか。引くぞ。開門。オンサ。あの信玄が背を向けて逃げるのか。何かの策か。信玄を逃がすな。長篠城の兵を先回りさせ、必ず仕留めろ。敗北条件変更。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。父上の撤退を援護してくれ。本体を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようと、武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。撃ち死に。で、あるか。で、あるか。撃ち死に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 。武田にあだなすならば容赦はせぬ。どうしようかね。天気の違いってやつだな。叶う相手ではなかったか。見事だな。撃ち死に。撃ち死に。武田の名を汚してしまうとは。父上に合わせる顔がない。
敵が前線より後退するよう、この機を逃すな。全軍追撃せよ。近寄るでないわ。急げ、我らの確保した撤退路へ。親方様、御座をご案内するのだ。エルグ、撤退路を確保いたしました。今お助けしますぞ。らえよ。親方様、申し訳ございません。敵将しとったぞ。お見事にございますな。任せておけ。急げ。見せるがいい。情けはかけぬ。見せるがいい。この大役、わしには荷が重すぎた。討ち死に。あの者、もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一心が一日も早く叶うよう力を尽くします。なんつうか凄みを増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは脇尻顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが気張ってついてくしかねえだろう。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたけりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。皆、共に頑張ろう。
今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。長篠に現れた武田信玄は影武者だった。本物の武田信玄はすでに死んでいたのである。大量の鉄砲を用いて武田騎馬隊を圧倒した信長は周辺勢力に対してさらに苛烈な戦を仕掛けていく。こうして勢力圏を外へ広げていこうとした矢先、京にほど近い大和の国で不穏な空気が漂い始める。信玄山城の戦い。信長、この者を覚えているか。ご無沙汰していました、信長様。捕らわれていた毛利の城を脱し戻ってきました。鹿之助、生きていたか。雨子勝久殿もお前の帰還を待ちかねていただろう。勝久殿には近く播磨の光月城を任せるつもりだ。その時はお前も共に行くといい。光月城、毛利との最前線ですね。望むところです。ところで松永久秀殿だが、近頃不穏な気配がある。久秀殿は有能な将だが、我らとは相入れぬ思想を持っているようだ。気をつけた方がいい。久秀か、気に留めておこう。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。乱世の断り壊し尽くそうぞ。見通せました。あなたがかの有名な竹中半兵衛で、そこに控える忍びが中村和氏か。ああ、なんだお前。こいつは黒田官兵衛、針まで掘り出した逸材だ。頭の良さは天下一品、半兵衛にも劣らねえぞ。さっき信長様の許しも得たから、今日からは正式にオイラたちの仲間だ。みんな仲良くしろよ。俺の策で必ずや勝利を導きましょう。よろしくお願いします、先輩。ああ、先輩か。いつでも頼ってね、官兵衛。ところで秀吉、久秀さんのことだけど、
ああ、何をやらかしても不思議のねえ御仁だが、賞賛もねえのに離反するってのはらしくねえよな。うん、だけど久秀さんに限らず、最近の信長様に不信感を持つ者は少なくない気がするんだよね。つまり松永を潰しても同じような離反騒ぎが今後も起こりうると。さすが先輩、鋭い洞察眼をお持ちで。だとすりゃ笑えねえ話だ。とはいえ、まずは久秀か。裏切りの代償はしっかり払ってもらわねえとな。方面から市議山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは別動隊を率いて市議山城を目指す。行くぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。私は逃げも隠れもいたしません。すぐに信長様の御殿に参上しましょうぞ。皆遠慮はいらん。久秀の首を取り手柄とせよ。俺たちは信義山城の南門への到達を急ぐぞ。開門。押し尽くす。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城たやすく。入れるとは思わないことです。開門。くっ、構わず進むぞ。敵の気配が。開門。手間取ればこちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒せれば。敵襲か。援軍を呼ばなくては。開門。戦果を上げたか。引き続き励めよ。
こちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。引かせていただこう。別動隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手に攻め、敵の目を引きつける。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。任せておけ。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。落ち着く。人も止められぬと知る。何人も止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。うまく敵を連れたようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にかかった。仕方あるまい、救援に向かうぞ。信忠の身が危うい。救援。分かったぜ。救援を急がねばならんな。早く跳ね橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。さあ、かかってこい。もし安心しておったか。何人も止められぬと知る。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って跳ね橋を下ろします。情けはかけぬ。引かせていただこう。敵将で、ある打ち取ったり。ここは引こうか、あるまい。支えきれねえ。救援はまだか。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。機を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。敵は登録兵を出してきたか。手前分かったぞ。
早く始末すれば兵糧庫は炎に包まれよう。情けはかけぬ。敵将討ち取ったり。ここは非合かあるまい。おお、やりましたね。信忠、使えぬ駒を毎度助けるつもりはない。そう心得て良いな。あ、肝に銘します。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたが、久秀ごとき俺と十兵衛のみで事取りよう。敗北条件変更、急げ。兵糧を燃やされずに済んだか。任せろ。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。ああ、火だ、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだ。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。まだまだ四義山城には入らせませんよ。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め、じらしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四義山城へなだれ込め。手の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。へへー、どんなもんよ。これはなんだか。打ち死に。押されているか。任せておけ。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、敵陣にたどり着く前に急戦果を上げたか。引き続き励めよ。討ち死に。敵に情けはかけぬ。私は久秀に心から従っていたわけじゃない。何でもするから見逃してくれ。どうした。降伏したいなら誠意を見せてもらおう。敵方の伝令を装い、南門を開けてくるのだ。わかった。やってみよう。聞かせていただこう。で、あるか。よしひさと、城まで無事に送り届けねば。くせー、ドラッ、ドラッ、ドラッ、全力。
門が開いた。任せ。分かったぜ。城内へ進め。久秀が待ちかねていようぞ。任せろ。ほら、はっ。へい、こらよ。ほら、へい、へい、ほら。へい、ほら、へい、はあ。へい、へい、どうだよ。ほら。半兵、すぐに南門を開けよ。これは久秀様のご命令であるぞ。開門。私は信長様と同じ世で生きられぬというだけ。よくわかんねえけど、もう一緒には戦えないんだな。くせー、全力。散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。秘蔵の茶釜を抱えていったか。久秀らしい最後だ。久秀殿は我らと似ていた。古き秩序を壊し、理想の世を築かんとしていたのだから。ただ彼が思い描く理想の世は独善的に過ぎた。だから俺たちが目指すべき世は。やめておけ。今俺たちが語るべきは理想ではない。いかにして乱世の断りを壊し尽くすかだ。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、斧が刃を研ぎ澄ませておけ。分かった。
肝に銘じておこう。みんな聞いてくれ、いよいよ次の毛利攻めはオイラたちが主力を任されることになったぞ。光秀さんも一緒だって聞いたけど。まあそうなんだが、光秀は助っ人みたいなもんで、総大将はオイラってことよ。それは結構なことですが、毛利の恐ろしさを侮らない方が。黙っとけ新入り、主に軽々しく意見すんじゃねえ。なんだと？お前だって子さんじゃないだろう。はいはい、そこまで。喜ぶときは思い切り喜ぶ、それが秀吉のやり方なんだよ勘兵衛。そういうこった、笑う角には福来たるってな。なるほど、ありがとうございます先輩。